宮本慎也公式 YouTube 解体新章。ちょっとまあ今回その DNA が勝ち上がったね、はい、ちょっと CS のですね、はい、あの短く総括していただければなと思うんですが、はいはい、シーズン見てると結構守備のミスとかこうちょっとボーンヘッドが結構目立ったと思うんです僕正直。それが CS に入った途端もう好守備連発みたいな。で実際に負けた試合はやっぱりミス出てるんですよ、うん、でもやっぱり最後の試合っていうのはミス出たけどひっくり返したんですよ。だからやっぱり DeNA ってそのなんていうんですかね、その勢い乗った時とかそのまあピッチャーが予想以上にまず頑張りましたよね。で、まあ、ジャイアンツが打てなさすぎたっていうのもあるんですけど、でまあそういった中で、実際に DeNA の打線は爆発しないですよ。なんで、ホークスのピッチャー相手にどれぐらい打てるかっていうのが、まあ、ポイントになってくるんですけど、まあでも DeNA はその何ですか、バッと集中した時にやっぱりいいプレーも牧とかね、そういうこういいプレーもたくさん出ましたし、まあその流れは持っていきたいんですよね。巨人がやっぱり2勝した時に、はい、もう完全に巨人行ったかな、巨人流れが来たかなと思ったんですけど。思いました、はい、思いましたが。やっぱり打てないっていうのが得点圏のファイナルがなんか0割2分なもんですね。だからタイムリー1本だけでしょ多分。だからこんだけ打てないとやっぱりまあまあ負けますよね。だから流れ的にはいったけど、あ強いっていう勝ち方でもない、今考えたらなかったですよね。向こうのミスで勝って1-0で何度か勝ってとかっていうところなんで、おおやっぱり巨人強いなっていうのが多分 DeNA は感じなかったんだと思うんですよね。でそこがまあでもピッチャーが予想以上に頑張った。でやっぱりよくまあミスも出たけどよく守りました。まあウィークポイントだったと思うんですけどベイスターズも、でもそこがあのうまくいったっていうのがじゃないですかね。宮本さん、はい、宮本さんにしてほしいことがございます。何でしょう。いいでしょうか。はい、バン。こちらを。これさ、勝敗予想あんだけど一戦一戦やれなんて俺初めて見たよ。無茶ぶりもいいとこだよ。こんなのだいたい何勝何敗でしょ。はい、これやるんですか。はい、あのどっちかに丸していただいて丸でいいですか。ソフトバンクはDeNA と比べるとこの試合してない期間がやっぱ空いてるからもう関係ないですね。もうソフトバンクは関係ないですか、うん、関係ない関係ないので、はい、これやっぱりまあ最大で7つじゃないですか。はい、で考えたらやっぱりどう考えてもやっぱりベイスターズはしんどい、まあ不利っていうかソフトバンクの方が強いだろうっていう予想がほとんどだと思います。予想として体力的にですか。うん、力的に、はい、実力的にですね。実力、はい、はっきり言うとですね。で初戦おそらくジャクソンが行くでしょう。でまあ順番で言うと有原が行くんでしょう、はい、って考えた時にもうどっちって分かんないですけど、まあ多分1戦目ソフトバンクです。おそらくジャクソンがあのちょっと荒れ玉ではあるんですけど、もともとちょっとまとまって良くなってるんですけど、まあ、ホークス打線の相手になるともうちょっと荒れた方がいいんじゃないかなって思って。逆に、はい、なんでですか。絞りづらいからです。でボールも手出したら嫌だなって思ったらバットが出てこなくなったりとか、まあ、結構難しいんですよ。しかも球が速いと。うん、だからまあソフトバンク打つんじゃないかなという。で有原もビシャッといくかどうか分かんないですけど、まあ流れ的にはソフトバンクが点数はある程度取れるんじゃないかな。で DeNA はもう絶対に点取らないと勝てないですよ。でホークスの投手陣に立ち向かっていかないといけないんですけど、ヘルナンデスって左のピッチャーとオスナがちょっと良くなってるんで一時よりかは、だからまあ後ろもまあまあいる、先発もまあまあいる。でもそのピッチャーをベイスターズは打っていかないと僕は2ポイントは取れないと思うんで、もうとにかく打ちまくるしかベイスターズはないと思うんですよね。投手戦ではなくもう点の取り合い、投手戦にはならないと思います。多分おそらくあの何試合か出てくるかもしれませんけど、
でここで第2戦が、はい、ケイナベイスターズが、はい、でモイネロなんですよ。うーん、でケイならもしかしてちょっと抑えれるかなっていう、ソフトバンク打線を、はい、でも見極められるとフォアボールばっかりになっちゃうんで、だからまあそのマッチアップを見ていくと全部ソフトバンクってなっていっちゃうんですよね。なかなかモイネロ攻略するっていうのもハードル高いですね。そうなんです、モイネロ攻略はハードル高いんですよ、はい、でもねホームなんですよね、やり慣れてる場所で、うん、あーでもなそうなるともう4つで終わっちゃうんですよ。DeNA がホームの時は DH 制なしですか？はい、そうだな、それを考えよう、うん、とりあえずってなったら DH 誰が入るんですか？筒香を DH 入れるとか、あとはオースティンを DH 入れるとか、佐野を DH 入れるとかして違う選手をはめていくと思うんですよ。あ、もうバラバラで、はい、誰が DH に入るか分かんないですけど、そういう風にして使っていくんじゃないかなと思います。今出てる選手を DH に回して違う選手を出すんじゃないかな、 DH 専門で出すというよりかはそうやって使うんちゃうかなと思いますね、はい、だから1戦目 DeNA 勝ちますよ。おで2戦目ソフトバンクス、モイネロで、モイネロさんで、こっからベイスターズがどうするかです。ピッチャーが3戦目誰かな、大貫か吉野か浜口もあるでしょ。で浜口行くんじゃないかなと思います、この間良かったん で浜口ハマると面白いんですけど、スチュワートでしょ。あでもここええ勝負になるかもな。でも先発ピッチャー結局合うかどうか分かんないからね、うん、まあもうでもこっからこう、ああ接戦こんな感じじゃないですかね。第6戦で決まる。僕は5戦で終わりそうな気はするんですけど、おソフトバンク、ソフトバンクですか？多分ホームで終わるような気がするんです、気がするんですけど、ちょっと頑張れと DeNA、はい、だから4戦目でもしかしてちょっとその先発ピッチャーがそのホークスが誰来るか分かんないですけど、うん、ちょっと打ち合いになるんじゃないかなと思って、そうなった時に、うん、ベイスターズもやっぱ打線はいいですからっていうふうにしましたけど、こんな感じで多分4勝、ね、でソフトバンクです。もうホークスです。でも2つ勝てる、2つ勝てるかな。1戦目もどうなるかですね、うん、まあ1戦目取ったらもしかしてポンポンで勝つ可能性もなくはないと思うんですけど、うん、でもやっぱモイネロその難しいと思うんですよね。何回も対戦してたらいいですけど、まだ今回日本シリーズなんですけど、まあ、史上最大の貯金差と言われてまして、はい、DeNA が貯金2、はい、でソフトバンクが貯金42、うん、もし宮本さんが DeNA の、まあ、監督ならどう攻略していけるか、まあ、キーマンも含めて7試合あるんですけど、その本当にやっぱり日本一取りたいなら、もう中何日とかもあのピッチャーはもう考えん方がいいと思うんですよ。もう行くよって、もう3回未満なら連投するよって、で4回5回行ったら、まあ2日か3日は空けるからみたいな、うん、でやっていかないと、ちょっと僕はもうとりあえずあのそこを守ってると多分もうあっさり終わりそうな気がする。で東が投げるかどうかも全然違うんですよ。で東がどれぐらい投げれるかっていうのが、まあ8割ぐらいだったら多分打たれるかもしれないし、でも8割ぐらいで投げれるんやったら投げてほしいかな。あのまあやっぱり今怪我にすごいこうなんていうんですかね、敏感なんで無理はさせれないかもしれないですけど、でもやっぱメジャー見てても中1日とか中2日とか普通に行くじゃないですか。なんかこれで下手して4つで終わっちゃったらって感じなんですよね。でもジャイアンツがあの打線の状態でいてたら4つで終わってたかもしれないですよね。
だそうやって考えたらやっぱベイスターズは言っても打つのは打つんで、うん、ただまあ宮崎とかもう一つだったんでファイナルとかは。だから絶対条件としてみんな調子いいっていうことです。 DeNA 側が全員もうキーマンとかではなく、キーマンでなくもう誰が良かったかなとかじゃなくて、とりあえず梶原、牧、佐野、オースティン、宮崎、こいつらは絶好調でいてくれって感じです。そうなると戦える可能性がすごく出てくると思うんですよ。ソフトバンクはやっぱもう自力があるんで、勢いとかじゃないですよ。もうソフトバンクは DeNA がもう逆に勢いでバーっていきたいんで、うん、だから一つ取ったらもうホームは勝つみたいな、うん、だから最初のこの2連戦で DeNA が日本一になるには2つ取らなかったんです。ホーム、最初のホーム2つで、はい、2つ取ったらちょっと可能性出てきます。日本一の可能性が出てくる、はい、楽しみにしましょう。はい、26日、はいはい、開幕です。開幕です。